小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグワー、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。7月27日第ちょっと待って笑わない。こんばんは。こんばんは。元気出して。元気だよ。もう一回いくよ。はい。第69回ですね。69回放送、はい、ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブ。ここでパーソナリティの紹介です。今週も画面の中からおこんばんは、達也です。そしてはい、先週は風邪でお休みしていたレイナです。そしてこんな夏に風邪をひくなんてバカじゃないのかなって思っているミッチです。今日はニナさんは風邪でお休みです。はい、ということでですね、3週連続ですかね、パーソナリティが風邪をひいて休むというですね。もうならんさや、はい、もうみんな体調管理しっかりしてよね。僕がですね2週連続お休みしたわけですけども、はい、咳がコンコンしてて病院行ったらマイコプラズマじゃないかって言われて。キンちゃんマイコプラズマわかる？わかんない。なんとなくなんとなく病院に行ってマイコプラズマ、うん、マイコさんのシリみたいなプラズマ正解。さすがキンちゃん。そうですね、まとえている。なんか風邪でなんかマイコさんが、うん、なんやかんやしたんです。してプラウズーマーって、はい、そして笑ってごまかすな。まあそういうわけで、はい、まあ、うつるっていう噂じゃないですか、感染率が高いっつって。あ、どうなるんですかマイコプラズマになったら。とりあえず感染する疑いがあるので、うん、人に会うなと。お仕事もお休みしなさいと。その間何してたの？お家にいましたよ。お家で。だって2週間ぐらい外出ないわけでしょ。そんなこと1週間ですね。そんなこと経験したことないから、うん、何するの？薬飲むと今回すごい熱出て。いい。ああ、副作用。そうで、寝るしかなかったですね。まあテレビ見ながら、ちょっとだらっとした生活を。どうだった？まあ久しぶりに家に引きこもれてなんか良かったです。いいなー。あ、でもちょっと白くなってるかも。え、嘘。1週間で、ね、いや1週間で変わるよ。変わる。なんか白くなってるかも、うん、白くなったか。お前がどうなったかは分からんけど1週間外に出なかったら、なんか最近人に会うために黒くなったり黒くなったねって言われた。3週ぶりに会ったら白くなったねと。そう、まあそういうことですよ。いい感じ。ということで今日はニーナさんがおやすみです。はい、たくさんメッセージ来てます。読んでいきますよ、はい、うん、シュプリームさん、うん、ドラゴンアイズの皆さんこんばんは。こんばんは。金ちゃんたっちゃんは先週休みだったでしょ。ヒアリンでも噛まれたの？心配したよ。沖縄にもヒアリ来てますかね。沖縄発祥で。そうだっけ？マスカヤ。はい、行くよ。シュプリームさん、あれ、ニーナちゃんがいない。お山にしばかり？そう。奥さんと一緒に行ってますかね。あー、そういうことか。山に行ってますかね。行ってるかもしれないね。はい、銀のおたるさん、うん、出遅れた皆さんおはよう。おはよう。アラームセットしてましたね。アラームセットですね。ハリセンボンさん、はい、俺も風邪ひいてるんだが。あら。わ、ちなみに神さんも風邪だわ。あら、お大事に。マイコプラズマじゃん。いや、マイコプラズマ何か分かってないでしょ。いやいや違うよ、ハリセンボンさんはマイコプラズマで、うん、あ、そう、うん、そう風邪って言ってるやつ。はい、大塚健二さん、はい、こんばんは。え、4人揃わないのがトレンド？早く治りますように。4人揃わないと…てんてんてん。そうですね、早く、はい、みんな健康には気をつけよう。おっす。
おし。はい、銀のおたるさん。前堂さんは川へ桃拾いに。山から川から大変ですね。今 CM で大きい桃が流れてたね。うん、今流れてるね。あ、ほんと。どんな感じ。せーの。え、聞こえなかった。きちゃんは、きちゃんはさ、あのラジオでさ、 CM で桃が流れてた話をするんだね。それがきちのきちゃんだぜ。、うん、びっくりしたでしょうね、聞いてる人も。CM で桃が流れてるんだっていう知識を得ましたね。みんなあなたプラスになってる。まあ、このドラゴンアイズ情報を届ける番組ですから、はい、皆さんの知識、はい、最新情報です。頑張りましたね。はい、ギマさん。はい、レイナー、かわいいツイキャス越しで手を振っているよ。あ、振り返してあげてください。はい、振り返してあげてください。どうぞ。おーし、チラカギースだよ。ね、そしてハリセンボンさん、いい、マイコプラズマ、最近ですからね。そう、だから映るのでね、皆さんも、あの、咳始まったら、早めに病院行きましょう。僕も、1週間ぐらいほっといて、うん、で、ドラゴンアイズのメンバーにも接触したし、うん、で、遊びに行ってモアイメンバーにも接触したし、うん、小さな子供にも接触したので、そしてその接触された人が、うん、肺炎かかりよってよね、一人ね。ああ、そうね。そうなの。そうだから、それがこのマイコプラズマかどうか分からないけど、うん、その1週間後に肺炎かかれてたよ。うわ、誰、あ、まあいいや。俺それ知らないんだけど。え、 LINE で送ったよ。え、まあいいや。まあいいや。はい、まあいいや。ハリセンボンさん、うん、島酒で体の中から消毒しましょう。風邪ひいた時酒飲むのきついですね。飲まんの。え、飲むの。え、うん、え、お薬になるの。うん、お薬になるか分からんけど、寝酒。あ、寝酒。一本飲んで、うん、爆睡、そしてアクエリアスパチンに。はいはい、というわけでですね、オープニングトークマイコプラズマでお送りしましたが、この番組どんな番組ですか。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はいはい、いっぱい来てるから、ブワッていっちゃうよ。ピックアップして読んでいきましょう。じゃあピックアップするよ、うん、大塚健二さん、うん、あ、はい、ミキサーさん、そこはキャンさんの席ですよ。いや、2週連続あのお世話になりました、キャンさん。DJ キャン。だけどここは僕の席です。皆さん戻ってきました。ここ本当は譲らないからな。あ、いや、はい、じゃあピックアップしていくぜ。銀のおたるさん、はい、今日の設定のないテーマは。あ、今日じゃあまずテーマ発表しましょうか。そうだね。はい、はい、じゃあ本日のトークテーマは、夏休みサマーバケーションです。キラキラ。え、け、うん、なん、SE の指示まで受けるか。俺がいない間に変わったな。ちゃんと毎日来てよ。あ、はい。そしてというわけでですね、本日のトークテーマは夏休みということで、海の日も終わりまして夏休み始まりましたね、うん、そうだね。まあ夏休み経験したことがない人っていうのはまあ新成人ぐらいでしょう。ということで皆さんありますよね。社会人って長いこと夏休み経験しないに違う。あ、まあしてないし、ないですね。まあでも学生期間とか俺働いてるけど3日ぐらいあったよとか、今年は1週間ぐらい休みますよとか、そういうお話があると思いますので、皆さん夏休みエピソードをお待ちしております。はい、はい、というわけでコメント戻りましょう。はい、メールが来てますね。おい、ラジオネーム進撃のめいちゃん、リクエスト、これはたっちゃんにお願いしましょうね。はい、ありがとうございます。はい、ドラゴンアイズの皆さん、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。今お仕事が終わりました。お疲れ様です。疲れました。あ、お疲れ様です。明日まで頑張れば土曜日はお休みです。頑張ろう。今日こそはメンバー揃ってるかな。あ、ごめんなさい。おの、いつもリクエスト曲を送って本当にごめんなさい。本当にありがとう。よろしくお願いいたします。これからも送らせていただきますね。ではまたメールさせていただきます。いつもありがとうございます。あの本当にね、曲のリクエストは本当にありがたいですよ、うんうんうん、もう何選んでいいか分かんないから、最近の曲は分かんないからさ。マジ分からんよな、難しい。似てよ。みんなが喜ぶような曲をね、うんうん、かけたいですよね。じゃあ夏休み
テーマ、ババン、ハリセンボンさん、はい、社会人で長い夏休みを取ると社会復帰リハビリ大変。わかる。ああ、俺も最近1週間休んだんで、うん、もうあの太陽プラス休みボケ、うん、はい、あ、もう早くも持ち帰りたくなりましたね初日は。いいな、長いこと休んだことないな。あ、もう大変。ミッチーは最近、去年ぐらいに長いこと休まなかったですか？うん、休んでない。あの時はすごい大変だったんじゃない？あの時はね、大変だったっていうか、もう腰が痛くなったよね、横になりすぎて。体調不良も万歳。もう長期休んだらさ、うん、仕事1日目とか辛くなかったですか？だけど一応お家で仕事したからね。あ、休みでも仕事、そうそうそう、自分にできることを、そうそうそう。ミッチーからその言葉聞きたくないな。え、どんだけハマやだから。ハースタ病ビビリオや。目にちパチない、目パチ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 。え、何それ。あ、まあいいや、はい。キンちゃんは夏休みしたことある？あ、学生の頃やりますよ。おう、何するの？何した？ペンションにみんなに泊まりに行った。あー、いいね。いろんなとこの、いろんなとこ。例えばどんなとこ？南部と北部と、うん、めっちゃ北部。めっちゃめっちゃ北部ってとこ。元部とか。あ、めっちゃ北部か。元部ってめっちゃ北部か。どうする、この会話は終わらせるべきか。いや、これはあえて引っ張ってみよう。引っ張ってみる、引っ張ってみるか。事故るぞ。めっちゃ奥部、元部に宿泊したの？そうそうそう。誰と誰と？家族と。な、5秒で終わったろ。5秒で終わったろ。うんうん、掘ってもすぐコンクリートだからな、そこは。温泉とか埋まってないから。だけどそのコンクリートの下に財宝が眠ってるっていう話、うん、そう、埋蔵金。めっちゃ硬いコンクリートだったぞ。、うん、ドリル持っていこう。うん、そうね。はい。銀のおたるさん、はい、上杉たっちゃんリクエストお願いします。あ、夏休み、中島みゆきさんの私の夏休みお願いします。10文字ぐらいぶっ飛ばしましたね。しかもあたいって、あたしじゃないやつさ。シュプリームさん、はい、夏休みといえばラジオ体操。金ちゃんはラジオ体操第2を一人でできる？え、あ、第1はみんな分かるけどね。あるっていうよね。俺第2分からないんですよ。第2あるって言うよねっていうレベル。じゃあ第1は、うん、もう毎日をやるけど、まあ、第2は多分聞いたことない、もう長いこと。あるよあるよ。え、できる？第2なんだっけ。はしないけど、なんかちょっとテンション、第1よりはテンション上げ目でいくよね。え、違う、第2ってあるでしょ、また別の動きでしょ。まあ、うん、そうね。てかそれが分かるの？まあ、分かんないけど。本当に分からんやつ、うん、でも、あの、うちの親父が毎朝第2までやってるんですよ。お家で？お家で一人で？いや、たまにお母さん、お袋がいるんですよ。で、本当に稀に朝ガチャっておはようって朝開けたら、妹も行って3名でこう、ラジオ体操してるのをガッて開けてみるじゃないですか、うん、そっと閉じます。参加しないんだ。本当の話？本当本当本当。すごいね。すごい。あ、待って、銀のおたるさん、ラジオ体操第4話笑えるよ。第4まであるんですか？第3でもびっくりするね。第4まであるんだ。金ちゃん第4分かるん違う？分かんない。本当？うん。あ、そうなんだ。第1もよく分かんない。あ、あ、本当。本当しか言えんやつだ。そうね。へー、じゃあ今年の夏休み、夏休みある今年？ないです。いつも動いてる。今年はじゃあ何したい？動くとしたら今年は、あ、でももうシュノーケリングもしたからな。へー、何したいかな。あ、海外旅行行きたいです。夏に？うん、無理だ、もう無理だ。なんで？無理だ、もう。なんかもう自分で喋って自分で完結するのはやめて。続けよう。続けてみよう。金ちゃん、トークしよう。はい、というわけで、はい、今日のトークテーマは夏休みです。皆さん、どんどんエピソード、はい、バシバシ送ってくださいね。ということで、一旦 CM です。はい。うちなぐちラジオ体操は聞いたことある。ちっとちみ。
4ないな4飛ばしたな。そしたら俺の席だぞここは。DJ 感登場聞いてました。うまいに来たか。はい、うまいに来ました。えやめやめ。たっちゃんの技術に IT がついてこれてないな。そうね。あ、お願いします。ピーチとアチピーチ4って何ですか。幼稚11。ラジオ体操第4はもはや中国雑技団レベル。本当にあるのかな。ラジオ体操ではないや。え、ちなみにたっちゃんラジオ体操第2やってみて。なんかこんなんあるよ。あ、嘘。あ、こんなんあるよね。高熱だ。いやそれはない。これブラジル体操。違うそれ。違う。は、本当に分からんやつだ。ラジオ第2親父が踊やってんだけどない。同じ音ってこと。いやちょっとこれ気持ちテンション上げてるよ。あ、そうなんだ。第2は。あ、第4まであるの。それ初めて聞きましたね。10秒前です。はい、というわけですね。いつも通りの感じで CM 開けようと思ったら音間違えた。しかも2回目。2回。いや、2回目はね、このノリで1回もう1回流そうかな。ああ、そう。そしたら、微笑みがあったね。生まれたね。生まれたね。というわけで CM 開けました。本日のトークテーマは、夏休みです。皆さんの夏休みエピソードお待ちしております。はい。はい。大塚健二さん。はい。夏休み。小学生の頃は、夏休み2、3日で宿題終わらせてました。皆さんはどうでしたか。すごい。やっぱ宿題ね、夏休みといえばどっさり詰まれますよね。うん、皆さんはどうでしたか。多分俺、うん、覚えてる中で、うん、もう嘘とか大げさとか関係なしに、うん、宿題終わらせたことない気がする。ダメだよ。読書感想文とかも、うん、適当に目次読んで書くみたいな、うんうん、目次と最後のページか。いるそういう男の子。そういう男の子将来こうなるよ。僕はですね、夏休みの宿題が配られるじゃないですか、うん、配られると同時に始めて夏休みが始まる頃には終わらせてます。あー、いるそういう男の子。てかさ、ガチで気になるんだ。何、どんな男の子。いっぱい知り合えるな。金ちゃんは男いっぱいあるから。金ちゃんも。じゃあ本当にさ、気になるんだけど、うん、正直 2,3 日で終わらせきれる内容なの。だって1ヶ月あるわけさ、夏休みって、うんうん、先生たちとそれ考えてないのかな。本気で頑張ったら 2,3 日とか、お前みたいに夏休みが始まる前に終わらせれるぐらいの量なの、夏休みって。ものによりますね、うん、絵日記とかはやっぱり無理だね。その日その日があるんで。絵日記ってあったな、うん、ありましたよ。朝顔も育てなかった。ああ育てましたね。わかる。他何か工作とか。そう、絵とか。絵描いたね。絵描いたし、で読書感想文でしょ。読書感想文は覚えてる。自由研究。そう、自由研究。あ、自由研究ありましたね。あ、そういえば自由研究、今月の29、30日宜野湾のコンベンションセンターで、うん、自由研究イベントがあるよね。お、コンベンションセンターで29、30、今週の土日。お、これは何ですか。小学生のだはず。おいっ子連れていこうかなと思って。お、子供たちが楽しめるイベントが、そうそうそう、宜野湾コンベンションセンターであるということで。そう、ナイス情報でしょ、うん、ナイス。素晴らしい情報ですよ。まさかミッチーが出るとは。俺って子供前やべえじゃん。おいっ子だけ、子供いないけどね。はいはい、コメントいっぱい来てますよ。はい、はい、アゴベルト中田さん、フラーだったの。これミッチーのことだね。撮っちゃうんだろ。絶対撮っちゃうんだろ。俺勉強やってる、お前やってない。違う、夏休みの、夏休みの宿題って夏休みにやるんだよ。夏休み入る前に終わらせたんだろ、うん、フラーだろ。
あ、そういえば金ちゃんはどうだったんですか。あ、そうだね、金ちゃんは実は中学校の時に意見文っていう、作文があったんですよ、うん、何かに対して意見を述べようみたいな、うん、で、それをある内容は忘れちゃったんだけどえ、そのまま内容は、あ、じゃあ自分のこと書いたんだけど、それを提出したらなぜか学級代表になって、で学校の全体もう 1年生か3年生の全体のやつで発表して体育館で、うん、で学校代表になってしまって。そんなのあるんだ、うん、でその学校代表でこれ全部自分で書いた分、うん、一文字も訂正されずに、うん、あ、でも、代表になった時点でちょっと先生とちょっと訂正して、うん、で覚えてすっごい覚えて、で那覇地区に行ったんですよ、うん、でそしたら那覇代表になってしまって、お、那覇地区からの那覇代表、うん、那覇代表だって。沖縄県大会行ったんですよ、うん、でそこはもう有料賞みたいな、ちょっと3位ぐらいの感じだったんですけど、うん、まさ か、 なんか自分のことがここまでできるとは思わなくて、その時めっちゃ天狗になってました。え、これは本当にすごいと思う。で高校生に上がって意見文がまた書かないといけないってなって、うんうんうん、あ、めんどくさーと思って同じもの書いたら、うん、学校、あ、違う、クラス代表だったんですよやばいと思って、うん、それを2年生までやってました。自分を盗作ですねてかちょっとバカな質問していい？どうぞ。中学校って夏休みの宿題あった？ありましたよ。あれって個人、小学校から高校までありました。高校はないしありました。高校ありましたよ。名前こうあった？ありました。中学校やった覚えないな。高校もありましたよ、同じ高校ですよね。やってないんですよ多分。あ、本当にやってない。じゃあ会うことすら分からなかったのに。なんかこのやった人はちょっと得点上がるみたいな感じじゃなかった？だってやらなくても罰ないでしょ。罰っていうか、まあ成績的にはありますよ、うん、もちろん、そうそうそう、もうそういうフラー話の試合目を今これで場が和んだでしょ、さすが俺はい、行きます。源能太郎さん、はい、夏休みの記憶はスズメバチに刺された記憶しかない。やばいえ、どんな感じなのかな、刺さったら。何、夏休みが来るごとにやられてるの。何回スズメバチ、だって源能太郎さん何回も刺されて、なんとかし、何ショックだったっけ、アナフィラキシー状態。そうそうそう、あれならんかったよって言ったかも。もう抗体ができてますね。抗体ができてるね。はい、ひとみんさん、はい、絵日記は 80% 嘘でしたね。そうなんすか。逆にどんな感じで嘘書くかですよね。今日は海に行きましたっていうのを、うん、お家ですごいダラダラしながら、うん、海行ったから。ひとみんさんなんかうまそう、物語書くのが。確かに、びっくりした、嘘がうまいって言うかと思った。違う、ひとみんさん、工作は夏休み全部使って取り組んだ。すごい、一生懸命になる部分が結構極端ですね。極端だね。こっちは取り組む、あっちは嘘。でも何作ったんだ、すごい。工作っていうと芸術的なものが生まれたんだろうね。1ヶ月もかけるんだから、ね、確かに。工作って言ったらもうワクワクさんしか出てこないの。懐かしい。すごいよね。あ、なんだっけ、そのゴリラみたいな。ポロリじゃなかった、ポロリ。名前は出せねえな。ポロリじゃなかった。ポロリはちょっと。ところで皆さんは工作、工作は工作、うん、工作か。なんかやったことありますか。工作ないな、うん、え、うん、1回ぐらい。あ、俺思い出した。興奮するな。鉄ゴマってわかる。え、鉄ゴマ。わかんない。あ、はいはい、鉄ゴマを、もうこれ誰でもあると思うけど、鉄ゴマ回して、うん、上からボールペンやったら色つくのわかる。みんなはやらないと思いますけど。俺多分これ提出した気がする。コマ回して上からペンやって、学校に鉄ゴマを塗りましたみたいな、綺麗に塗れてるでしょみたいな。すごいね、すごいね、ね、図工5だったよ、すごい。僕はね、小学校の頃、あの大太鼓の貯金箱を作りました、うん、あー、いますね、貯金箱。貯金箱、大太鼓の貯金箱、作ったって言ってるさ。え、ありましたね、大太鼓の貯金箱。大太鼓の形の、超でかくない？パーランクーじゃないよ、大太鼓の形の貯金箱、うん、え、めっちゃでかくないですか、大太鼓の形の。ぶっ飛ばすぞ。え、フラーだったの。フラーなの。
オッケーオッケー大丈夫大丈夫、はい、みんなせーの、いいの、あれ緊張はいいのフラカって言うと思ったよ。これ初めて聞いた。理解できた。たっちゃんが作ったのは何じゃ、うん、貯金箱。どんな大太鼓の理解してないあ久しぶりに、いいですね金ちゃん、今日最高ですよ、うん、金ちゃんいいね、うん、やっぱり金ちゃんですよ、やっぱり金ちゃんですねはい、アゴバレット中里さん、ディキアだったの。ああディキアでしたよ僕。いや絶対これ金ちゃんでしょ、うん、金ちゃんの文章でしょ。金ちゃんは何作りましたか。ん、あそうだね、作ったことないです。あ工作しなかったぜ。自由研究、あれですよ、自由研究作るか、うん、研究するかですよね。そうなの。そう選択式だったんですね。そうだった。そう、何かやればいいみたいな感じで、作るよりなんかあの植物育てて観察する方が好きだった。あーぽい。なんかでも金ちゃん芸術性はすごい高そうですけどね、うん、芸術性は多分この4人では一番高そうな気がする。あの粘土とかね。粘土小学校の時やったかな、わかんない、うん、粘土はやってると思うよ、紙粘土ね、うん、みんなが通る道ですからね、うん、そんなの覚えてないの。はい行くよ大五郎さん、うん、千葉県で聞かせていただいてます。あ小学生の頃夏休みの宿題はほとんど終わらず2学期に居残りしてやりました。わーお、あ居残りってあったねあったねあったね居残り2人とも多そうですね居残り。居残り俺たち6年生の時は、うん、頑張りノート1日2ページやらないといけない、必ず頑張りノート懐かしいですね。わかる、うん、頑張りノート2ページをやらなかったらスクワット100回やらされるわけ。はい体育会系ですねそうだから俺たちクラス男放課後10人ぐらいで1、2ってやって100回やって帰ってたもうそれが日課になってだからもう途中からきつくない最初はきつかったけど。でもこれは皆さん頑張りノートっていう名称だったんですかね。確かに結構ばらけたりしますよ、ね、頑張りノートとか、うん、自主学習ノートとか。わーん、あー頭良さそう皆さんのとこはどうでしたかねそしてコメント、大塚健さん、絵日記は未来日記でした。なるほど、同じ。要は多分書いてその通りに実行するっていうやつですね。あ嘘は書いてないけど、これってすごくない。すごいね、小学生でそれできる力って。もうなんかスケジュール帳ですよね。スケジュール帳どうするためにはこれをしなければいけない意識高いですね島田紳助こんな意識高い絵日記はすごいですね。すごいよね、すごいな。シュプリームさん、はい、夏休みの工作はお父さんとお母さんに手伝ってもらい弟を作ってもらったよこらあそういうことか、ね、で2学期になったら、うん、シュプリームあなたの弟ができたわよ。うわー聞きたくないえなんでいいことさえなんであ、まあまあそうですよね。なんで聞きたくないの、わからないです、気持ちがからそうそうね、うんうん、詳しくは聞かないけどね。はい、大塚健二さん、あははは、ぶっ飛ばすぞ。誰かこんなこと言ったの。え、どういうこと。金ちゃん言ってみて。ぶっ飛ばすぞ、すげえ怖え怖いか、かわいい怖い、あ、かわいいじゃなくて怖い、うん、あ、かわいい、まあ、さっき僕がうっかり口走ったやつですね、うん、大太鼓の下りで。そうそうそう、あ、そういうこと。キンちゃんの耳には届いてなかったけど。聞いてなかった聞いて、キンちゃんに会話のキャッチボール、キンちゃんに言うたよ。結構ひどいこと言ってるからさ、はい、そして大塚健二さん、じゃあこれキンちゃんに質問してみようね。頑張りノート？ドリルみたいなもんですか。違う、ドリルはドリルであるよ。だから教えて、じゃあ頑張りノートなんね頑張りノートは5ミリ方眼まあ、あのそれノートの説明ですから嘘だろ今な、金ちゃんノートの説明です、それは。金ちゃんが使ってたノートの説明、うん、大学ノート使ってる人もいます。5ミリじゃなくて7ミリ の、ね、7ミリ使ってる人もいる。しかも5ミリって5、6年生じゃん、うん、1センチじゃん、もう 1、2年生とかは ね、 1、2年生はね。そうそうそう、はい、じゃあ何ね、頑張りノートって何ね。ゴミこれはぶっ飛ばせるやつじゃないでしょうか。ぶっ飛ばしてみるか。ぶっ飛ばしてみましょう。ぶっ飛ばしてみよう。はい、大塚健二が
5ミリ砲丸あの投げる方の砲丸と言ってますけど違う違う違う、5ミリ砲丸って懐かしい。あ、はい。はい、行くよ。メールがいっぱい来てるからさ、はい、進撃のめいちゃん、全員揃ったと思いきやのお休みが一人、残念ですね。では早速テーマ夏休み。夏休み何美味しい食べ物。夏休みなんて接客業に勤めてる僕に逆に夏休みください。夏休みなんてあったら嬉しいけどな。では楽しく聞かせていただきますね。 ありがとうございます。はい、まだありますかメール。うん、いっぱいあるよ。いっぱいあるね、うん、一気に読む。一気に読むよ。じゃあミキサー席が久しぶりだから音出し間違えたね。あ、タッチャーさんだ。物にはよるけど夏休みの宿題は終わらせるよ。なるほど、やっぱ終わるのかね、うん、いや終わるもんですよ、終わらせるものですからね。うん、天狗になったイコールしくじったってことだよね、レイナちゃん。そうそうそう、しくじり先生出れるかもしれない。出れそう。嘘はすぐバレる可能性が高いので両親に日記を書いてもらった。あー、えバレるん違う、逆にバレるよ。それもそれでね、うん、嘘以上に嘘ですからね。はい、そして最後にレイナちゃん天然ですか。天然じゃないです。なんだろう、本物です。本物なに。なんか本物なに。金ちゃんこれ計算ですからね。計算でよや、金ちゃんこういうのあるよや。もう計算ですか。もう台本自分で書いてきて。あ、そうそうそう。あ、すいません、今日金城こういうボケをかますので皆さんここ5ミリ方眼ってやった時に大爆笑してください。、はい、よろしくお願いします。かっこミッチーさんだけとかね。う、うん、もう終わったら怒られますからね。そう、たっちゃんさんかっこぶっ飛ばすぞ。これを何時に言ってください。そんな感じ、いつも。はい、銀のおたるさん、夏休み宿題の提出は学校始まって運動会の練習が始まっていた。ん、夏休み宿題の提出は学校始まって運動会の練習が始まっていた。運動会の練習を始まるまでに夏休みの提出ができなかったってことかな。要は10月ぐらいまで、8月に出すべき、あ、9月ですね、9月1日に出すのが運動会が始まったけど提出できなかったと。締め切りを守るのは大事ですよ。締め切りってそんなに大事かな。大事ですよ。ブルドジェミ。大事ですよ。そしてそしてマブヤさん、はい、こんばんは。こんばんは。夏休みの宿題、私絵が得意だったのでよく金賞を取った思い出があったな。すごい。 お二人は何か賞取ったの。金ちゃんもさっき賞取ったって選ばれたってありましたけど、うん、ミッチは何か賞取ったことは。うん、賞取ったことないけど、うん、あ、ないんだ。小学校の卒業アルバムにアップがいっぱいある。うん、あ、なるほど。例えばチョンダラとか、うんうん、デシャバル系ですね。綱引きの一番前とか、うん、おー、結構目立ちそうですもんね、うん、学校生活で。で、中学校でアファを覚えてアルバムから遠ざかった。写真ちょっとやめてくれよって言っちゃう感じか。あ、違う、中学校まで大丈夫で高校がなかったのか。そうなんだ。そうそうそう、あれ、まあいっか。はい、はい、たっちゃんは金賞ある。僕は、僕もよく絵とか、うん、作文とか。え、絶対さ、お前心なかったし、毎回たつき。あと俳句。あー、俳句か。俳句も選ばれましたね。じゃあ俳句今パッて言ってみる。あー、俳句を今で CM 入りそうな感じだったでしょ。一旦曲を紹介したいと思います。皆さんで、あの皆さんで考えて、そしてリスナーさんも素晴らしい俳句を考えてみましょう。これはドラゴンアイズからの夏休みの宿題です。そして音楽を流してる間に皆さんに書いてもらいましょう。それじゃあ、リクエストいただいた曲をかけたいと思います。進撃のめいちゃんさんからいただきました。本日ご紹介するのはこちら、読み方合ってるかな、デビルの ID でスイートエスケープ。はい、というわけで金ちゃん、俳句って何文字か知ってる？五七五。お、合計で？え、17？あ、正解。五足す五足す七が長い。今五足す七足す五やってた。いや別に一緒だからね。今で溜まってるの読んじゃうぜ。あ、はいはい、お願いします。銀のおたるさん、サウル兄さん、サウル兄さん、
今日は寝たのかな、サウロ兄さんは。めちゃめちゃ相手になってるじゃん。サウロの兄さん、大塚健二さん、5ミリ砲丸、頑張りノートイコール5ミリ砲丸集を作るんですか。あれは金ちゃんがちゃんと説明しないから。ほら今説明してみたら、頑張りノートは5ミリ砲丸ノートを5ミリ砲丸ではないからね。あ、なるほど。はい、に、英語とか国語とか算数をめっちゃ書きまくる。頑張りノートやってる時って英語習ってた？ABCD やってた。中学まであったよ、頑張りノート。ありましたよ、中学校の時。先生点数の？うん、自分たち中学校ない。さすがに俺も中学はちょっとひねくれて、頑張りノート右手書いて出してた。やばい。え、頑張りノートってあるの？あるある。あったあった、中学校に。うん、え、高校もあるの？高校はなかったですね。 100冊ぐらいまで行きましたよね。え、キッちゃんってめっちゃ書いてた。とりあえず誰にも負けたくないと思ってめっちゃ書いてた。100冊書いたの1年間で。そうあ、1年で100冊って言ったら3日で1冊終わるよ。すごいね。めっちゃ書いてた。本当に3日で1冊終わるだけ。俺人生1年で1冊も終わらせたことないけど。多分5教科もトータルで1冊いくか考えたけど。何年生かな、小学校の時に100行きました。1回え、うん、金ちゃん全部ポエム書いてるでしょ。うん、とりあえず漢字、漢字とか、うん、数学はちょっと難しい。なんか、え、なんで金ちゃんは金ちゃんなの？こんなに頑張ってんのに。俺今びっくりしてる。うん、じゃ小学校、中学校の時は結構上にいたんで。え、席次ってわかる？うん、何人ぐらいいた学年？あ、でも少ないかも。200人ぐらい。うん、200人ぐらい。中最高何位？最高8とか。はあ、すげえ。シングルナンバーじゃん。え、金ちゃんはなんで金ちゃんなの？気持ちいい、これちょっと。もういやガチか。いや、嘘じゃ。作ってもどうぞ。嘘じゃ。待ってよ、一回もうマイク止める。違う、待ってけ。金ちゃんってでも、え、中学校の時に一回入院したことがあって、そこからもう勉強追いつかなくて挫折。え、勉強追いつかないとかあるの？うん、もう無理だって思っちゃって。あー、でもそうね、ちょっと遅れちゃうとね。そう、なんか無理って思ったら無理って思ってしまう人だから。は、違う、勉強遅れるってあるの？中学校で。高校だったらまだ分かるけど。うん、あ、遅れてた、もう分かんない。宿題は渡されてたんですけど、うん、病院でしたけど意味わからんってなって。俺中学校勉強したことないな。はい、そしてメッセージ、はい、来ましたよ皆さん。お、呼んだ、サボお兄さんが来ました。呼んだ、これで来るよ。聞こえたんだもんね。すごいね。あ、俳句考えないと。うん、大塚健二さん、賞は皆勤賞だけでしたね。あー、すごい。でも皆勤賞取ったことある？ない。俺もない。ないです。スプリームさん、夏休みの思い出は学校のプールの女子更衣室の覗き見が一番の思い出かな。素晴らしいですね。やっぱ青春チックですね。何ですか、男の子って覗くものなの？はい、じゃあそろそろ開けます。覗くもんだよ、だって男だから。お送りしたのはデビルノー ID でスイートエスケープでした。この番組で、ん？配信呼吸して読むとこまじにしてた。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグは、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球守護伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。はい、というわけで本日のトークテーマは、あ、間違えた。夏休みです。というわけで曲かける前に皆さんに宿題出しました。はい、
575。あーやべえ、考えてなかった。まあ、CM 中っていうか曲流してる間ね、衝撃のちょっと衝撃なことがあって、考える暇がなかったじゃん。そうですね、キーちゃんがね、学校の席次がねモンスターだったね、うん、シングルナンバーですからね。シングルナンバー席次最高8、イエーイ。これって相当生徒の金ちゃんの後ろに2、300名いるわけですよ。そう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 、あ、全校生徒学年ね、あ、学年ね、学年、そう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 、うん、全クラスでね8番目ですよ。そう、相当すごいな。一瞬だけ8位になった。いや1回でもすごいと思う、うん、すごいと思います。多分10番以内入ったらもう相当すごいよね。イエーイ、すげえ。じゃあなんでかね、俳句読んで次に行っちゃうぜ。なんで1回テンション落ちたの？え、俺ってもともとテンション低めだから。はい、というわけで俳句575ですよ。なんか俳句ってテーマがあったりしますよね。夏休みで行きましょうか、うん、夏休みで行くか。じゃあ俺から行こうかな。ちょうど季語ですからね、夏休みは、うん、はい、それではみちの575テーマは待って、どうぞ。真ん中7文字じゃなくてもいいんだよ。そうだよね。そうなの、はい、え、そうだよ。そうなんだ。はい、行くよ。はい、みちの575テーマは夏休み。金ちゃん、君に衝撃、リスペクト。おお、あらよっと。テーマ夏休み。いや、夏休みの一番ゾッとした話、うんうん、金ちゃん席次8番。、うん、そうね、そうね、まあいいでしょう、いいでしょう、いい感じですね。そうそうそう、うん、リスペクトいただきました。はい、次金ちゃん、夏休み、うん、夏休み、はい、はい、あ、待って待って待って、考えてない、待って、大丈夫、たっちゃんが進めたら金ちゃんは言うと思う。じゃあ行きますよ、金ちゃんの575テーマは夏休み。夏休み、みんなで行きたい元部まで。席次8番、本当か。本当本当、今の小学生が即興でやるやつ違う。単純にもう感情がすごいこもってましたね。うん、こもってたね。元部に最近行ってないなと思って。うん、そうだね、うん、いいですね、いいですね。一番上まで行きたい、沖縄の一番上は、うん、どこかわかるか。元部じゃないの、テド岬だよ。はい、じゃあ俺行きます。はい、タッチャー、タッチャーの575夏休み。逆から読んだら、みやつなつ。ブー。ブー。はい、じゃあ、たっちゃんのはノーコメントで次いきます。銀のおたるさん。夏休み、なぜに朝早い子供たち。あー、早いですね。これ、めちゃめちゃ素晴らしいやつが来ましたね。すごいよね。本当に、ちゃんとした俳句がやつ、そうそうそう、ちょっとふざけた僕たちがごめんなさいぐらい。え、ふざけてるの君と二人、金ちゃんとタッちゃんだけだよ。お前は、俺、金ちゃんに衝撃で俺鳥肌立ったっちゅうに。はい、じゃあもうメッセージポンポンポンって行くよ。はいはいはい、マビアさん、はい、サウロお兄さん、ノブおばあちゃんの大ファンです、出てきてよかった。あ、待ってましたからね、皆さんが、で、はい、そして金ちゃんの番がやっときました。わー、はい、どうぞ。皆さんこんばんは、リスナーの皆さんこんばんは、ツイキャスの皆さんこんばんは。キャミです。え、嘘だろ、そこ最後大事だろ。最後なんかキャミですって。キャハーみたいな。キャミです。かゆさんはあれだね、キャユにこれね解明しないといけないね、金ちゃんみたいな。これどんどんなんかテンション上げていく感じだね、うん、そしてマーベヤさんが大ファンでーすってめちゃめちゃ勢いよく言ったら、サウロのお兄さんが、おばあは明日デイサービスだから今寝てます。おやすみなさい。そうなんだ、うん、はい、シュプリームさん、役者の揃い踏みや。皆さんなんか今日揃った感じですね、リズラさんもね、とかね、来てますね。そしてそして大塚健さん、はい、金ちゃんは学生の頃は西条、
社会に出てから何があったの？俺も聞きたい。何があったの？本当に、本当に最初だったのに、なんで金ちゃんは金ちゃんなの？でも勉強はできても、なんかいつもなんか抜けてるよねってよく言われてた。ちょっとごめん、ガチで鼻笑いしてしまったやつは。なんか書くのは好きだけど喋、うん、れないみたいな。女性、さっきの俳句みんな宿題出したやつね、佐藤のお兄さんから素晴らしいのが来ました、はい、沖縄の一番上は空です。わあ。おーっていうレベルか。そうだねって。そしてじゃあ最初の金ちゃんに質問です。はい、沖縄の一番上は空、空の上は何？太陽。あれ、おっと、銀の太郎さんがいいの、金ちゃんはいいの、金ちゃんなんだから。タイミングよく来よったさ。あざーす。これ だんだんみんな言ってきましたね、うん、大塚健二さんから始まり、大塚健二さんの決め言葉がね、決め台詞ね、素晴らしいですよ。みなさん、これそろそろ金ちゃんに対してのね、いい投げフレーズとして皆さん使ってくださいね。空の上は太陽じゃないの？太陽だよ、うん、じゃあはい、金ちゃんこれ読んでごらん、はい、あ、テーマ夏休み、カユは海に行ってイケメンの男性にナンパされたいね、カユです。いや書いてないし。え、女性って金ちゃんに聞くけど、はい、海で男性にナンパされたらどう思う？まあ、シチュエーションとかその人にもよると思うけど、このナンパっていう行為に関しては、ご飯奢ってくれるならいい。うわ、かちょろちょろちょろ、やっす、キンちゃん、キンちゃん待って、気をつけて、悪い大人いっぱいいるから本当に気をつけて。やっす。皆さん聞きました、キンちゃんのファンの皆さん、ご飯奢ったらキンちゃんはどこにでもついていきます。待って、じゃあ金ちゃん、どこの海よくいるの？どこの海、うん、どこの海、海にはいません。はい、というわけでメッセージ読んでいきましょう。シュプリームさん、素敵なまた俳句が来ましたね。夏休み、ガジャンに刺され、カユ登場、カユです。ごめんね。そしてカユミさんも整いました。はい、笑。いや、整うね。普通にリアクションしてるだけやん。うまいね。かゆさんでしょ、うん。じゃあ、マリとしては素晴らしい。素晴らしいか、うまい、うん、いい句だったよ。はい、というわけで、皆さん、今日のテーマは俳句ちょこちょこ読みましたけど、夏休みです。もしばらくお付き合いくださいね。一旦 CM です。やばい。ガチャで慣れてるね。ガチャいるよな。わかんないし。刺されても。ほら、この部屋来てからだもん。本当だ。刺されてもかゆおでーす。かゆおでーす。やばい。イエーイ。じゃじゃ。ギターを持ってきて。ハブ取りに行こう。サロお兄さん、レイナちゃん、一緒にハブ取りに行こう。それはできないよ。それは俳句なんじゃね。レイナちゃん、一緒にハブ取りに行こう。字余りじゃ。これから一緒にレイナちゃん、一緒にハブ取りに行こうかって。あ、分かった。整いました。うま、はい、流れてる。はい。肝試し、用意に行くとしがられる。どう？普通。しがられるって何ですか？普通。しがられるって何？取りつかれる。あ、ドラゴンタイムアウト決めてない。ドラゴンアイムアウト。これっしょ。あ、もう決めた？今決めた。オッケーオッケーです。今決めたけどいいの？いいですよ。あ、やっぱこれにしよう。待ってよ。これ。
何がいい？今日テーマでね、結構いいのがあったんですよね。あ、さちゃん聞いてみて。うん、ちょっと今消えてます？ん？消えてます？音消えてないよ。あ、今って10秒前。いいよ、金ちゃんに任せるよ。これいいよ。金ちゃんに任せるよ。はい、というわけでドラゴンアイズ FM 宜野湾から生放送でお送りしています。本日のトークテーマは夏休みです。ということで夏休みトーク結構盛り上がりましたね。うん、意外と1時間いったね。うん、大丈夫かな。もうこれダメだったら今日久しぶりにお任せ、行こうかな、お任せ金ちゃん行こうかなと思ったんですけどね。なんだかんだおもかぜ教えて金ちゃんだったん違う？あ、教えて金ちゃん、あ、懐かしい。またそろそろやりたいですね。うん、なんか皆さんもね、金ちゃんに聞きたいこといっぱいあると思います。貯めといてね、ぜひ。はい、はい、じゃあそろそろ発表しちゃおうか、アワード。金ちゃん、はい、今週のドラゴンダイフアワードは決めたの？うん、金ちゃん決めたみたい。はい、どうぞ。サウロのお兄さん、沖縄の一番上は空です。おめでとう。はい。空です。これですか？なんか素敵だなと思って。金ちゃんのこの最上的なやつに引っかかってきました。さすが金ちゃん。ちょっと意外なやつだったけど、まあ、嫌いじゃないやつですよ。いいと思います。沖縄のロマンチック。はい。で、そのさらに上は何だった、金ちゃん？なんだっけ？いや、帰ったわ。帰ったわ。忘れたわるさ。なんだっけ、太陽だっけ？太陽だよ。金ちゃんの台本でしょ？金ちゃん、じゃあこれも台本のうちの一つでも。ああ、そっかそっか。金ちゃん今とぼけたら絶対今可愛いって思われる。よし、とぼけよう。あれ？なんだっけ？はい、行きます。やべ。サロー兄さん。夏休みの宿題、習字で姉に希望の光と試し書きさせたやつを提出したら佳作取った。すげえ。佳作？佳作習字ってあったね。ああ、夏休みの宿題習字もありましたね。習字あったね。うん、まだ読んでないコメントありますか？はい、大塚健二さん、うん、かゆようで一俳句お願いします。最後に、あ、俺か。うん、海洋だぜ、みんなが気にしているあの人が。何その To be continue みたいな。誰次回に続きそうな俳句。もうちょい字が欲しかったですね。しい、はい、そして全部読んだ。ギマさん、はい、レイナ最高、あざーす。いやー、よかったね。はいはい、というわけでエンディングの時間がやってきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はレイナとミッチと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺の超デーブは、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社下地の提供でお送りいたします。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界。皆さんいきますよ。合言葉はせーの、ドラゴンアイス。まったねー。 See you。 お疲れ様でした。来週は金ちゃんの人生相談お願いしたいです。誰に？ドラゴンボート惜しい。もじゃもじゃおじさん欲しい。ドラゴンすらない。ラジオである。合言葉せーの、もじゃもじゃおじさん。ないわ。ある。ないわ。これいける。これね。何の合言葉やの。来週は金ちゃんの人生相談お願いしたいです。ありがとうございました。マジ本当に、みんな人生相談あんのかい。金ち
ちゃんに相談していいか。あるなら奥さんが山行ったっきり帰ってくる。重大なやつが何答えれるかな。2ペーデービタン。お、わかる。あざす。あ、2ペーデービル。2ペーデービタン。こっちサビタン。そろそろね、コーナーも一本かましたいところですね。方言を教えよう。方言を喋れる人かっこいいよね。ミッチーさん喋れない。全然。本当にすごい人ってもう分からんよ。本当に何っていうか全然分かんないよね。純選手、すごいよな。純選手、あー、本当だ、本当だ。そういう選手いたっけ。バイバイ。デビルがちびる、デビルがちびるって悪魔が頭って言ってることだよ。バイバイ。